アナログ天国プレゼンツ名曲探検隊の時間でございます。ワーナーミュージックライフ編集長宮地でございます。さあ今日はですね、私の大好きな 60s の4人組のバンドを紹介したいと思います。こちらでございます。ボビーフラー4でございます。日本では大して有名ではございませんが、曲は有名だと思います。 I Fought the Law、 クラッシュの名演奏でですね、日本では知られていると思いますが、これを最初に有名にしたのは彼らでございます。1966年、アメリカ全米チャート9位まで上がっております。彼らはもともとですね、バディホリーとかああいう人たちに影響を受けてですね、まあ同郷なんですね、テキサス出身なんですけども、4人組で始めたグループで、63、4年からレコードは出してたんですが全く売れず、そしてロサンゼルスに出てきてですね、このムスタングレコードと契約をして何枚か出したんですが、これも売れずと、そんな時やはり1回録音したと、録音してですね、全く売れなかったこの I Fought the Law をやはり録音もう1回したいと、ロサンゼルスにあった素晴らしい機材でもう1回録音したいということで録音して、出したところ大ヒットしたと、いうことでございます。私の大好きなですね、フェンダーのストラトキャスターのこの乾いたカッティング、これが命でございますね。そして絡んでくるコーラス、何かコンボ演奏のもののですね、ほぼ理想形がここにあると思います。それでは聴いてください。ボビーフラフォー I Fought the Law。フラフォーで、I Fought the Law をお送りいたしました。いやーかっこいいですね、素晴らしい。俺は法律と戦った、だが法律が勝ったというそういうテーマでございますけども、本当に1965年の録音でございますが、ある意味じゃ、バディホリーの60年型のサウンドをしてますね。残念なことにですね、その翌年の66年7月変な死に方をしてしまったんですね、このリーダーのボビー・フラフォー。なんか母親が運転したでっかいアメ車の、でですね、ガソリンまみれになって死んでいたという話ですね。基本的には自殺ということで扱われたんですが、今でもこのミステリアスな死に方はですね、関心を呼んでおります。他殺説も相変わらず囁かれております。もう彼が死んでから45年ですが、この I Fought the Law、
はですね、当時の17歳、そしてかつて17歳だったあなたに響くはずでございます。名曲探検隊ボビー・フラフォー、アイフォード・ザローをお送りしました。